のヒレトと北西洋産の三つ股屋流産の一種イデュキャンサスアトランティクス。メスとオス。一番下は幼体南洋三つヤリウオの幼魚。三つヤリウオは、ワニトカゲギスモク、三つヤリウオカに属する魚類。世界の深海の中層域の深度300メートルから1000メートル付近に広く生息している。外観は、口が大きく、 体が痩せて細長い体型をしている。鱗は剥がれやすく、顎から一体のヒゲ状の突起が伸び出ており、その先端と目の下部分に大きい発光器と腹の内側に多数の小さな発光器がある。歯は鋭く内側へ倒れる仕組みになっており、これにより深海で捕らえた獲物を確実に逃がさないようになっている。ワニトカゲキスメイや深海魚の中では、 比較的大型の種類で、体長は最大5 0トルにも達する。しかし、このようなサイズになるのはメスであり、オスは最大でも体長1 0トル以下程度の大きさにしかならない。オスはメスの1、5程度の大きさにしかならないのが本種の大きな特徴であり、口も小さく、早顎の突起が退化している種もおり、多くの場合、オスは 生魚となったらほとんど食事を取らず、メスを探し、生殖にだけすべてを費やすと言われる。このようにメスが大きく、オスが小さい深海魚の仲間では、ア鎮コウの仲間などがいるが、類縁関係が遠い種で、このような奇妙な共通点を持っている。本種は、雌雄の大きさでも奇妙だが、それ以上に、奇妙な点として、表層で過ごす、幼体児の形態が挙げられる。幼魚は、 体色が乳白色だが、目の部分が著しく飛び出しており、まるで目から糸が伸びて体につながっているような姿をしており、それは体長の半分ほどにもなるくらい長大になっている。成長して生息深度が深くなるにつれ、目は少しずつコイル状に任されてゆき、最後には顔に完全に付着して、生体時にはその部分の痕跡が消え、幼魚時の面影がなくなるほどになる。 また、腹部から細い糸状に消化器官が伸びているが、これも成長とともに体内へと引き込まれて完全に体内に収納される。あまりにも、幼魚と生魚の姿が違いすぎるために、かつてはスチロフタルムス族という別族に分けられていたこともあるほどだった。この長く伸びた目で視界を広げて外敵から身を守ると言われるが、はっきりしない。なお、 和名の由来はこの幼魚時代の珍妙な姿から取られている。深海魚の中で本種のように珍妙な幼魚器を持つ種類としては本種の幼魚時代に酷似した銀底小エワシと体の突起が伸びた不思議魚を生魚になると目が前方に突出する望遠魚、腹器が退化して体の模様がなくなる入れ墨こんにゃく味等といった種がいる。日本近海には主に三を 南太平洋には南洋ツマタやリウオイデューキャンサスファシラが生息している。後者は前者よりやや体が小さめで、目の後の発酵器が大きい。ありがとうございます。